んこんばんは。最近クイズや難読漢字が流行っているようですが、僕はうちの猫についてまた書きます。うちの猫のフーヤンは動いているものを見るとすぐにそれに飛びかかるんです。この前は大変なものに飛びかかってしまいました。うちの親父が風呂から上がってタオルを巻きつけて座っていると、フーヤンは親父のものに飛びついて噛みついたのです。その瞬間の親父の顔は大変なものでした。おしまい。奈良県奈良市の原田孝之くんからいただきましたけれどなんていう、どういう風に解釈したらいいのか私はわからないんですけど、だいたい想像するにああいう風になってこういう風になったんじゃないかなと思うんですけど、信じられませんねこの猫かわいそうなお父さんですねそうですか。なんで、だってタオルで巻いてたら見えないんじゃないかと私は思うんですけどね。どういう状況だったのか今一つちょっとわかんないんですけどそういった意味も含めまして今夜も張り切って参りましょう。今のオープニングは It's a Lonely Love、 トネマリコ。この曲は出来たてのほやほやというか、本当にレコーディングをしたばっかりなんですけれどね、これは秋に出る2枚目のアルバムの中に入れようかな、どうしようかなと思っている曲なんですけど、多分入るのではないかと思います。でももしかしたらば幻の名曲に終わってしまう可能性もあるんですけど、私としてはぜひ入れたいと思ってるんですよね。なぜならば、これは私が曲に書いた生まれて初めての詩なんですよね。順序的には逆になっちゃってますけれど、ファーストアルバムウィッティの中にも私の作詞の曲が1曲、ナイトイマジネーションという曲が入ってるんですけれど、それのずっとずっと前に書いた詩なんです。これはもうかれこれ2年くらい前かな、デモテープをいただいてね、とっても素敵な曲で、私曲に詩なんか書けないんですよなんて言ってたんですけど、部屋でロゼのワインかなんか飲みながらウォークマンで聴いてたら、なんとなくこうスラスラスラっと出てきちゃったんですよね。でそれでパッと書けた詩なんですけれど、だからまあ生まれて初めて曲に書いた詩ということもあって、私はなかなか記念すべき曲じゃないかと思ってるんですけどね。皆さん聴いていていかがでしたでしょうか。なかなか大人っぽい曲だったでしょ。夜にはとってもいい雰囲気で秋らしい曲じゃないかなと私は思ってるんですけどね。それではおはがきいきたいと思います。北海道釧路市の金田雄一くん、お久しぶりですね、金太くんマリコさんこんばんは。今日は先日家に来た電話のことを書きます。それは夕方のこと、なんとあの STV ラジオからかかってきたんです。まあなんででしょうかね。アンケートに答えてほしいんですがという内容でしたけれど、好きな女性歌手はと聞かれて、僕は早速トネマリコですと答えました。偉いですね今よく聞く歌はと来て、次に今まで一番良かった歌はと聞かれて、素早くデリンチャーと答えました。なかなか大したいい子ですねそして今恋人いますかと言われて、いいえと言うと、ふーんだって、変だ、どうせ恋人なんかいませんよーだ、まあだけどマリコさんの名前少しは広めたんだからいいかというおはがきですけれどね。
金太君、個人的にプロモーションをしてくださってどうもありがとうございました。次のおはがきいきましょうね。これは北海道は札幌市の佐藤康子ちゃんからのおはがきです。ハローマリちゃん、もうすっかり暑くて夏してますね。マリちゃんは暑くて夏バテなんかしてませんか？ちょっと夏バテ気味ですね。私の場合は、私はバリバリですよ。色ももう真っ黒で、白いところは目と歯しかないんです。あとは足の裏とね。そう、いいな、私も海とかプールとか行きたいですよ。本当に実感込めて行っちゃいますね。で、うちはね、悲惨なことにね、クーラーがないんですよね。近々購入する予定ですけどね。だから扇風機と、アイスののお世話になって寝てるわけなんですけど、で、窓を開けて寝ると、これがまた朝の4時頃カラスがカー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 鳴いて、うるさくて寝てらんないんですよね。本当にあのカラスにはね、参っちゃってね。もう前にも言ったかしら、このこと。どこでもビービー言ってるから分かんなくなっちゃったけど、銀玉鉄砲をね、買ってね、カラスを撃っちゃおうかと思ってるくらい本当に憎らしい。近くに森があるから、もうすごく多いんですよね。まあここで感情的になってもしょうがないけど。で、このやすこちゃんは、9月に学校祭でマリちゃんの歌を歌うんだよと書いてあります。歌を歌ってるのかな、デリンジャーを歌うのかな。難しい歌ですよ、あれは。で、やはり、こちらの方も文化祭で歌うというふうに、あ、歌うんじゃないな、この人は。マリコさん、こんばんは。この番組は写真を送ると読んでもらえるそうなので同封します。写真を3枚送ってくれましたけどね。なかなか男前な彼ですけど、体格もいいですね。うん、素敵よ、なんて。写真を見てお分かりの通り、僕はハードロッカーです。バンドではドラムをやっています。で、9月には高校生活最後の文化祭があり、近々そのためのオーディションがあるんです。学校の文化祭に出るのにオーディションがあるの？すごいですね、ここの学校はね。この手紙が読まれる頃にはもうオーディションは終わってるかな、というお便りを、兵庫県伊保郡の徳田純也君からいただきました。文化祭って懐かしい響きですよね。私はね、高校の時は放送部にいましてね、文化祭のステージの上で照明を当てていました。ねえ、あれは悲惨なんですよ。なんていうのかな、スポットとかね、フットライトとかいろいろあってね、うちの高校はね、なんか放送部がとっても凝ってる高校で、そのステージの上にあるライトの数とかね、なかなかなんか半端じゃなかったんですよね。で、夏休みはもう学校で合宿をして、その一部始終を先輩から教わるわけなんですよ。でね、そのスポットライトっていうのがもう暑いのなんのってね、あの上で絶対卵焼きができるっていうくらい暑いんですよね。そこのね、ところでね、もう汗だくになりながら、もうバンドの人とか演劇部の人とか、そういう人たちに一生懸命光を当てていましたけどね。本当に安子ちゃんも純也くんも学園祭頑張ってくださいね。三田ひろこちゃん、ひとりぼっちのクーデター。笑っちゃうわね、幸せのパズル。目隠しされても夢中で解いてる。この街誰もそれぞれ描く愛の形って、不揃いだからはみ出したところで怪我するのにね。寂しさ怖くて見せかけだけでも